どうもこんにちは、フルチです。今回も三国志13やっていきたいと思います。さあ提案していこうか。で前回ね、地味に、軍師にね任命されてしまって、すごい特権をね与えられたんですけど、必要がないんですよね。さあじゃあ農業やろうか。基本的にね大使にはなりたいんですけど、中心にはそこまでなりたくないんだよな。おお。さあ、黄金の軍は攻めないのかな。敵軍が我が領内に向け出陣しました。孫権軍が攻めてきたと。負けないでしょう。こう出たか。ありがたく褒美がもらえたね。兵書計略がないからな。何が低いんだ。ここ農業を80上げさせていただこうではないか。じゃあ僕もね出陣したいな。検索いたす。よいぞ。あざす。あ、しまった。聴覚様に依頼を。今軍勢が過ぎていったぞ。賃利の制圧について軍師である私の意見を聞きたいようだな。え、いいんじゃね。賛成しよう。攻めるには良き頃合いでしょう。反対する理由はありませんな。任務を預かっております。当然だね。承知。賜った。出陣だ。早急にしたくせ。行きましょうか。孫権軍の孫権勢、ああ攻めてんの。守りに行くんだね。報告します。おい、サインじゃないか。さあ結構遠いんじゃないかな。いや、これは震いますよ。あ、奪われた。どうすんの。皇将様が、うん、俺は関係ないな。攻めようとしてないか。戦ってる。よし、指揮しよう。軍師ってどこまで指揮できるの。全権を知らしめ。聞いてくれ。全軍の指揮を任せる。それがしにお任せくだされ、必ずや勝利いたしましょう。嘘でしょ。全軍荷が重いぞ。全軍か。じゃあまず兵を半分に分け、敵軍を、二つに分かれさせようではないか。かしこまった。この右肩の拠点に槍と、これ何、これ何、槍か。で、そうだな、私が行こう。行くぞ。涼花もか。いや、涼花殿はかしこまった。いいとして、さあ敵軍はね、全軍をもってしこの拠点に攻めかかろうとしているので、我らは逆を突こうではないか。いや、拠点入らなくていいや。この拠点にとりあえず攻めかかろう。さすれば敵軍は必ずや分かれるはず。別に聴覚は自分で動いてくれればいいのにな。で、この場合は強い方を狙った方がいいので、主治任せ。両下は主治。
し、かしこまった。で、孫中かな、じゃないや。ハザイたちは正面型の敵を攻撃するんだ。これでこの後方に三部隊がどう動くかによるんだけど、即うん、待てよ。あ、山か。かしこまった。攻撃采配で上げよう。ジン、ああ、くれるのかな。何もしてこないな。かしこまった。さあ、敵は弓部隊なんで近接に持っていけば余裕のはず。即任せ。あれ、攻めてくるか。そうだな。拠点は放棄し、敵軍の後方を断とう。行くぞ。まずいぞ。あんまり戦況がよろしくないな。もっと早く倒せればよかったけど。全軍前進。どっちの援軍？恐れず戦え。敵の援軍だな。政府か、陳慶か。孫権が動いた。進め。まず陣落としちゃおうか。これぞ老練の戦術というものじゃ。孫権を狙おう。進め。使えない。妖術は使えない。軌道を上げても意味がない。よし、我が力その身で精い。さあ、敵の前方を崩していこう。さあ、敵軍陳家は弓なんで別段狙わなくてもいいかな。さあ、敵の前線が動き出した。さあ、これにより敵の士気はだいぶ低下。承知いたした。お任せあれ。さて、かしこまった。私の式じゃない、技を使おう。獅子奮陣。我が力見せるとき。俺陳家狙った方がいいんじゃね。交渉、お任せあれ。こうかな。任せ。承知いたした。敵軍の退路を断ちながら、かしこまった。必ず倒せるように分かったぜ。回っていこう。虎の牙に砕けぬものなし。弓部隊が攻撃してきているな。よし、早急に倒すために向かわせよう。獅子奮陣は無理と。強化か。自分以外にやっても意味がないからな。承知いたした。進め。おう。俺が孫権狙うのはちょっと無謀だ。ここまでか。一騎打ち。なぜやっているんだ。負けるじゃないか。見よ。孫中じゃ孫権には絶対にかなわないぞ。軽率敵将、前に出ません。我が力その身で死ね。案外勝つかな。あー、必殺。うわ強っ。死んだ死んだ。大丈夫。撃ち取れり。
たれる。撃たれ、死んでる。やべ、死んでる。全軍前進。うわ、敵ライン軍だ。なぜ。お。連戦無理じゃねえ。引くか。引こ。進め。みんな一気に勝負を決めようぞ。現世、現世、現世。まずいぞ。あ、気が上げるべきでしたね。囲まれちゃってんじゃないの。分かったぜ。違う方に逃げろ。耳部隊が多いな、こう見ると。孫権、孫権、孫権どこだ。孫権はいずこにいる。孫権は移動してんな、いつの間にか。任せ。一旦陣に入れ。ここはあえて孫権。任せ。勝てるんじゃねこれ。うん、ちょっと前に出て。かしこまった。現世おとりにしていく。もいもいもい。お任せあれ。陣を整え、耐え抜くのだ。入った。入ったか。ここで出ていくと、うわ、これでも食らえ。打ち取れ。よし、これ天命か。壊滅、壊滅していく。これもう互角なんで、本陣行こう。これで現世をおとりに行くぞ。聞いてくれ、頼む。ほら、おののけ。耐えてくれ。敵も本陣に来たな。どっちが先になるかだよ、これはもう。どっちが先になるの。ちょ、両方見れないな。どうなるかな。なんかいい陣形って技ないかな。軌道上げてもしょうがない。防御式さえ。あ、了解だね。我が力その身で精い。落ちたな。厳正、厳正、耐えてくれ。お前ら勝った。一気に片付けんぞ。勝った、勝った、勝利。天の世は近い。やったー、見事の一言だったと。ありがとうございます。それが忍ぶが勝利の役に立てましたなら何よりです。いやー、どうなることかと思いましたよ、もう。ここまでか。ああ、聴覚様死亡。俺のもの、半端なものだ。報告します。 OK、聴覚様の意志は継いでいかないと。無理じゃないの。指揮権自分にあるんで、負け戦あんまりやりたくないな。兵力差がありますね。やるか。援軍が望めないんだよな。全軍勝つべくしてちょいと考えたんだが。どうか。お聞きください。
援軍来ないかな。ちょっとね、一旦ちょっと陣入ろう。行くぞ。来た。よし、奴らから来るとは呆れたものよ。おお、嘘だろ、全部でしか無理か。グループ選択はできないか。ちょっと待ってよ、全部出して。行くぞ。お聞きください。お前入れ。わかったぜ。行くぞ。おう、お任せあれ。かしこまった。我が力その身で精い。ほら、おののけ。弓を拠点から出していく。俺裏取っていくと。進め。なんで一気にやめて減らさないでくれ。カント強いぞ、言っても。いざ雌雄を決算。敵将、前に出ませんちょっと。貴様らには受け切れまい。はい、守り崩しじゃないの。いいね。防いだところでだよ。崩し集中、減らしていく。防御で何か来る。これでどうだ。攻撃耐える。貴様らには受け切れまい。死んだ死んだわ。必殺が来る。これでどうだ。これ耐えよう耐えよう、死なないように耐えようか。そりゃ、うん、よし。いやー、そんな強くないからね、コーキングの武将って。それがしに続け。勝ったな。ほら、おののけ。ここまでか。お、裏からついていくと。行くぞ。でも出ろ。分かったぜ。勝ったね。ここで総大将打ち取った。一旦回復に戻ろう。士気を回復させていく。聞いてくんねえか。多分弓部隊以外が突っ込んできたんだろうね。じゃあ拠点奪うか。進め。まあ、弓の外ならばいいんだけど、中だと危険でしかないぞ。撃っては来れないか。お前ら一気に片付けんぞ。小元、そっか。進め。お聞きください。さあ、でも弓部隊なんで何やりづらいんだよね。お前ら一気に片付けんぞ。組み立ては誰かないの。うわ、分かったぜ。一人だけ。はしごは運転運転運転。ここでいっか。俺は俺も運転。1個でいいな。強い。ちょいと考えたんだが。しまった、見て。分かったぜ。全軍突貫。おお、無理無理無理。行くぞ。行くぞ。やれ。それがしに続け。登れ、全軍登れ。全軍登っていく。陣を整え、耐え抜くのだ。お
もうわけがわかんないっす。どうなってんの今。我が力その身で精い。お前はその弓を打つ。かしこまった。倒せ。かしこまった。ごめんなさい。まあ、選挙がよくわかんないな。角度変えよう。やられたか。俺の牙に砕けぬもの。これは厳しいっすね。我が力見せるとき。退却ってないのかな。やられたか。ああ死ぬ。読みが甘かったか。任務を預かっております。人流了解しました。どこで会えばいいんでしょう。準備は良いか。誰か撃たれた。竜壁が学坊に撃たれる。なんてか。そんなに死ぬ。黄金なんかいじめられてんな。竜壁が死ぬだと。そうか、竜壁もか。入ったよ。さあできたらね、全軍の指揮はやめさせていただきたいんですが、まあ軍師なんでね、できちゃうんだ。じゃあ内政でもやっとくように言おう。どこでもいいんだけど。ここでいいか。これは加わんなくてよくないか。やるか。やろうか。でも甲状腺苦手なんですよね。全軍進め。こんな案はどうだろう。なぜ全軍任せるんですかね。ご期待ある。お任せくだされ。嘘。こんな案はどうだろう。方越が突っ込んでくるんで、お前ら行ってこい。承知した。良家も加えていいかな。お任せあれ。上型の敵には進め。学坊か。ちょ恨みがあるんでね。貸して止めたかったな。今だ。引っ掛けてやれ。我が力その身で据え。こんな案はどうだ。おう者ども、足に続け。弓部隊をなんとかしたかったな。行くぞ。こんな案はどうだろう。遊撃していく。お、そうきたか。まずいな。承知した。お任せよ。さあ長江じゃん、長江は炎章を狙っていけ。お前拠点に入れ。承知した。無理か。承知した。倒したんで我が軍も加わろう。炎章をとりあえず撃とう。義兵、
そういうのいらないか。我が力見せるとき。抜けられないからな。お任せよ。者ども、このようにしてはどうか。キュッション、わしは炎本社だぞ。で、狙っ、宝越狙っていく。進め。宝越はもう引いていいかな。宝越じゃない、こいつは引いていいか。お前一旦下がって。あれ。で、ロシュクを撃てば勝利。しかと受けたまわったぞ。あとは被害をいかに小さくするか。我が力、その身で精い。その一点に限るね。行くぞ。こちらの援軍か。やるではないか。隙はなかったな。いや、軍師なんでこれから指揮は任されそうだな。結構重荷なんですよね。やれい。8400、どうしよう。もう一回指揮か。ちょっともういいでしょ、2人でいいや。挟んでるんで優勢でしょ。また移動。まあまあまあ、聴覚体制から情報体制に変わったんでね。まあ仕方がないか。コーランが曹操に撃たれる。そんなことがあっていいはずないだろう。ちょっと撃たれすぎじゃない？黄金の軍が。栄えろ。俺は何になったの今。ああ、まだ軍師か。検索いた、構わんぞ。軍師じゃないか。いや、軍師だな。いやー、経験が欲しいんでね。情報様、構わんぞ。ありがとう。着手する。さ、今うちって何箇所取ってんの。地図はだって見るんだ。引けってことか。引きすぎた。家臣軍、孫権軍がやはり巻き返してきている。このような守備となったぞ。光栄に存じる。こう出たか。じゃあ報告して。出陣。河内かな。違うな。課題かな。攻めたいと。いいんじゃないですか。こんな案はどうだろう。投与したいの。敵役がおります。いいだろう。諸侯様が行くんだね。なんで軍師を通して自分が行くんだ。任務完了。さあ、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。いや、結構ね、戦闘が頻繁に起きますね。ではまた次回お会いしましょう。